こんにちは。カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。コッペクラフトワークショップの友達が月桂樹の葉っぱが欲しいというので、月桂樹を切らなくちゃと思って庭に出て、で、ノコギリでゴリゴリ切りました。そんな動画を撮ったので、ちょっとご覧ください。たのはね、ここに置いてます。
今の庭の様子です。スーパーリッサム挿し木して増やしたのがすごい綺麗です。で、向こう側にバラがあるんですけど、フェンスに這わせてある。でも通路がちょっと通れなくて、右側に植わっているバラは一つ抜いて鉢に植えたんですけど、もう一本抜いて鉢に植え直したいと思います。このバラですね、貝殻がついちゃって、これも取っていきたいと思います。
こんにちは。ビバーナムティムズ、つぼみがいっぱいついてくれています。春に咲いてくれるのが楽しみです。玄関前を飾ります。相変わらず綺麗です。クリスマス正月バージョンに作った寄せ植えも今すごい綺麗になってます。やっぱりハボタン今の時期いいよね。まだなんとか秋の寄せ植えも頑張っています。パンジーたちかわいい、綺麗です。アリス様も寄せ植えもすごい綺麗です。本当これ種取って種まこうと思う。去年はただ引っこ抜いちゃったんだけど、このいいなどこのね、黒い葉っぱの大人の唐辛子っていう感じです。結構大変だったんです。それでユーカリを先に切ったんですけど、ユーカリを切っている間に大変だったんですけど、コツをつかんで、ずっといつもよく切ってるんですけど、いつも大変だと思ってたけど、今日初めてやっぱりこのノコギリもスワイショーだなと思って、スワイショーと思って切ったら、割と月桂樹の木は上手に切れました。とにかく丸坊主にしました。だってね、もうすぐにね、屋根より高いぐらい伸びちゃうんです。すっごい強いので、月桂樹。で、本当は庭に月桂樹をもう植えたくなくて、庭を直した時に抜いてもらいたかったんだけど、コッペの顔が頭に浮かんで仕方がないと思って植えてあります。でやっぱり、この暮れの時期、クリスマスの、注文の時に必要だということで、急遽切って箱に今入れました。あとは宅急便に送ってきます。冬の庭をちょっとね、通路がバラの枝がちょっとすごすぎて通れなくなっちゃったので、左右にあったんですけど、片方のバラは掘り上げて鉢に植えたりしました。もうなんか 春が待ち遠しいような、まだこれから冬の寒い時期を迎えるんですけど、ちょっと庭を手入れしていて、来年に向けてまたちょっと計画をしています。今年は花壇を作ったりして、それはすごく良かったなと思っていて、またこういろいろアイデアを考えて素敵な庭にしていきたいと思っています。と、午後は生徒さんの、桃源郷ホールでのコンサートに行ってきます。コントラバスだっけ、なんていう名前だったっけな、なんか弾いてるんです。個人レッスンの彼女が頑張っているので、その姿を見てきます。今日は生徒さんの演奏会なので、今からちょっと行ってきます。こんにちは。はい、そうです。はい。すいません。はい。剣はお持ちですかね。はい、じゃあそのまま奥の。はい、
今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。